オドアケルの肖像、スキリア人の光栄とされる。スキリア族、またはスキリア人は、ゲルマン人の一部族、東ゲルマン語群の言語を話していたとされる。スキリア族の名は、紀元前3世紀後半の時点で、オルビア襲撃に加わっていた部族として、すでに記録されている。時代が下り4世紀後半には、国会北岸からドナウ川下流部にかけて、 コート族の近くに住んでいた。五世紀前半、スキリア族は、東方から進出してきた、フン族に服従し、451年のカタラウヌムの、戦いでは、アッティラハイ下の部族として戦っている。アッティラ死後、スキリア族は454年のネダオカハンの戦いを、経て、フン族の支配から脱却した。その後、彼らは、エデコとその、息子たちをドアケルオノルフスの下で、 ドナウカワナカ流域にスキリア王国を建設したが、460年代後半に東豪都族により滅ぼされた。オドアケルは多くのスキリア族の人々を率いてイタリアに移り、西ローマ帝国軍に参加した。そして476年、オドアケルは西ローマ皇帝、ロムルス・アウグストゥルスを退位させ、自らイタリア王を名乗った。これにより、 西ローマ帝国は滅亡した。しかしそのオドアケルも493年に東強盗テオドリックに敗位暗殺された。その後、スキリア族はルギー族やヘルウル族などと共に後のバイエルン人を形成していくことになったと考えられている。ヘルビヒ・ボルフラムはサイリーという名は純粋な者たちという意味であるとしている。グッドマンド下は ゴートゴノスケアーズと結びつけている。ボルフラムは、この名は、近隣で、民族的に混成されていた、バステル内属の名と対比できるものだとしている。一方、ロバート・イル・レイノルズや、ロバート・エス・ロペスは、イラン語軍の語源、例えば、パフラビー語のシェアーと関連づけているが、この説は、オットー・メンヒエン・ヘルフェンに否定されている。ボルフガング・ハウブリクスは、バイエルンの地名シェイエルンやショヤ ショイエルン、場合によっては、ショイリングとも還元付けられると述べている。これらはもともとスキリア族の村であった可能性がある。現在のバイエルン語には、東ゲルマン語群の影響がほとんど見られないが、ごく一部の東ゲルマン語群の語彙が残っており、それらは、スキリア族を通して伝わっている、可能性がある。スキリア族は、ゲルマン語派に属する言語を話していたとされている。 少なくとも指導者たちの個人名は、ゲルマン語的である。またその中でも、東ゲルマン語群に属していたとする説が有力である。この語群に属する言語は、他にも、ゴート族やブルグント族、ゲピド族、ヘルウル族、ルギー族、バンダル族が話していたと考えられている。近代以降の学者は、スキリア族を、ゲルマン人、特に上実の禁じした言語を話す。 諸部族と共に東ゲルマン人の枠の中に位置づけている。ローマ帝国後期には多くの東ゲルマン諸族及びヒゲルマン系のアラン人などはゴート族と総称されていた。古代の文献ではスキリア族はゲルマン人であるという位置づけ話されていない。レーノルズとロッペスはスキリア族がゲルマン人ではなくむしろバルト人あるいは サルマ大人に属するのではないかという説を立てたが、メンヒエンヘルフェンはこの仮説を否定し、スキリア族は確実にゲルマン人であるとした。紀元前3世紀、ビスワーカワ近辺にバステル内族、スキリア族、バンダル族の三部族が存在していたと考えられている。最初にスキリア族の名を記録したのは、オルビアのプロトゲネス碑文で、ガラテア人とスキリア人が退居して、 国会北岸を襲撃したことを伝えている。この碑文は紀元前220年から紀元前200年頃のものと推定されている。ガラティア人はしばしばケルト人の影響を受けたゲルマン人のバステルナエ族に否定される。実際、紀元前3世紀にバステルナエ族とスキリア族がこの地域に現れたというのはあり得る話である。バステルナエ族とスキリア族は ザルビンチ文化や、ポイエネスティルカセフカ文化と深く関わっていた。一方で、ゲルマン人の状況も広く記録している。ガイウス・ユリウスカイサルの著作には、スキリア族の名は見られない。一世紀、ローマの著述家大プリニウスが、ビスは川近辺のアイニンギアといううちに、シリーと呼ばれる部族が住んでいることを記録している。同時に、大プリニウスは、同じ地域に、 サルマタイ人やウェネティ族、ヒライ族も住んでいたとしていることから、この地域はおそらくバルト海に近かったと考えられている。ゲルマニアを表したタキトスの著作にはスキリア族の名は見られない。スキリア族は3世紀のゴート族のバルト海への勢力拡大に参加していたと考えられている。300年頃にローマ帝国で制作されたベローナリストでは、 帝国近辺に住む野蛮人の中でスキリア族が西のサルマタイ人と東のカルピ人に挟まれて居住しているという記述がある。ウォルター・ゴフハルトはこの時のスキリア族の居住地域はドナウガーカリューブの渓谷地帯だったとしている。ピーター・ヘザーは4世紀頃のスキリア族がカルパティア山脈の東側にいた可能性を示しているがマルコム・トッドは 国会北岸であるとしている。450年頃の噴族の支配領域4世紀後半、スキリア族は噴族に征服された。381年、スキリア族やカルピ人、少数の噴族からなる軍団がドナウ川カリューブを渡って、ローマ帝国に侵攻したが、テオド州水星に撃退された。四世紀後半から五世紀にかけてのどこかの時点で、スキリア族は、 西方のドナウ川中流域に移動したと考えられている。この地でスキリア族は、フン族の指導者ウルディンを支える重要な役割を果たした。409年、ウルディン率いるスキリア族とフン族はドナウ川を渡り、ローマ帝国領バルカンに侵攻した。彼らはカストラ・マルティスを占領したが、最終的に帝国軍に敗れ、ウルディンは殺された。 フン族の捕虜がローマ軍に投与されたのに対し、スキリア族の捕虜は奴隷とされ、コロヌスとしてアナトリアへ送られた。この時、あまりにスキリア族の人間が多いので、反乱防止のため広い範囲に散らすように送られたという。この事件はテオドシウス法典の中に記録されている。アッティラの下で、フン族の威勢が頂点に達した頃、スキリア族は、 彼の下で強力な不評部隊として仕えていた。アッティラの帝国は、フン族や、スキリア族だけでなく、コート族、ゲピド族、チューリンゲン族、ルギー族、ツエビ族、ヘルウル族、アラン人、サルマタイ人をも包含していた。スキリア族は451年のアッティラのガリア侵攻にも参戦している。アッティラ死後、フン族の帝国は崩壊した。この時、 スキリア族の一部の集団が、ドナウ川下流域の南岸の族州スキュティアミノールと、モエシアセクンダに渡り、定着した。一方でヨルダネスによれば、アッティラの次男デンギジックの下で、四つの部族が、分族に忠誠を誓い続けていた。すなわちウルチンズレス族、ビットグレス族、バルドレス族、アンギスキリ族であるという。この最後のアンギスキリ族は、スキリア族の残余である。 可能性がある。アンギスキリという名は、ゲルマン語的に、草原のスキリア族と解釈することができる。ただ、他の三部族がそうであるように、トゥルク語での解釈が適切である。可能性も否定できない。アッティラの死後、その重心であった、ゲピド族のアルダリックのもとに、スキリア族、ヘルウル族、ルギー族などが集まり、紛族に反旗を翻した。 彼らは454年のネダオカハンの戦いで、アッティラの長男エラクに勝利し、戦死させた。その後、エデコという男が、スキリア族を率いてドナウ川中流部とティサ川の間に挟まれたアルフィールド中部に、独自の王国を築き、息子のオドアケルやオノウルフスと共に統治した。もともと、アッティラの信任厚い重臣の一人にエデコという人物がおり、一般に、 スキリア族の王国の建国者と同一視されている。フン帝国時代のエデコはアッティラの施設として東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルに赴いており、その返礼の使者が格索したアッティラ暗殺計画を未然に防ぐ功を立てていた。エデコ自身はおそらくスキリア族の一員ではなかったが、スキリア族の貴族の娘と結婚していた可能性がある。彼自身は 中輪原族もしくは粉族、あるいはその両方を外する血統の持ち主だったと考えられている。同じ東ローマ帝国の著述家でも、マルチュスはエデコを中輪原族とし、プリースクスは粉族であるとしている。後世ではゴフファルトが粉族説を採用しているのに対し、ヘザーはより厳密に中輪原族説を支持している。中輪原族は ゲルマン人の一派であった。スキリア族は、近隣のゴート族やゲピド族、スエビ族などと、旧墳帝国地域の主導権を争った。ハンガリーのバコドプスタにある三つの墳墓は、スキリア族のものであるとされている。サールビーズ近くの沼地からは、壮麗な宝物が発見されており、エデコのものであるとされている。ヨルダネスによれば、スキリア族は、 東豪都族と同盟していたが、スエビ族のフニムンドにそそのかされて、同盟を破棄した。460年代、スキリア族と東豪都族はそれぞれに東ローマ帝国との同盟を求めた。皇帝レオ一世は将軍アスパルの助言に反して、スキリア族との同盟を選んだ。468、469年、スキリア族は東豪都族に奇襲をかけた。 彼らは、東ゴート族の王の一人ウアラメールを戦死させた、ものの戦争には敗れた。ウアラメールの後を継いだティウディミールは、逆にスキリア族へ攻勢をかけた。スキリア族側には、スエビ族、ヘルール族、サルマ大人が味方についたが、ボリア側の戦いでティウディミール率いる、東ゴート族は、スキリア族、ヘルール族、スエビ族、サルマ大人、ゲピド族、 ルギー族などからなる親ローマ部族の包囲網を打ち破った。ヨルダネスは、この東ゴート族との戦いで、スキリア族が大打撃をこむったと伝えている。オドアケルの王国スキリア王国が崩壊した後、オドアケルは生き残ったスキリア族に、多くのヘルール族、ルギー族を合わせ、リキメル地下のイタリアへ移動して、西ローマ軍に参加した。また、トゥルツェリンギと呼ばれる集団も、 オドアケルの集団に参加していたとされる。ヨルダネスは、オドアケルをトゥルチリンギの王と呼んでいる。トゥルチリンギは、他の東ゲルマン部族の一つ、あるいは、スキリア族の王族を刺す語であると考えられている。オドアケルの兄弟、オノウルフスは、他のスキリア族の一団を率いて、コンスタンティノープルに入った。オドアケルの集団は、戦士1万人を数えたとされ、 ローマ帝国とその政界においても重要な役割を果たすようになった。皇帝リキメルはアンテミウスとの交想のためにオドアケルの軍団を利用した。476年、オドアケルは野蛮人の部隊を率いて皇帝ロムルス・アウグストゥルスとその父オレステスに対する反乱を起こした。そしてオドアケルは自らイタリア王を名乗り西ローマ帝国は終焉を迎えた。 オドアケルはイタリア全土を支配下に収めた。彼の放棄はコンスタンティノープルにいた弟オノールフスと示し合わせたものであった可能性もある。486年、オノールフスは東ローマ皇帝、ゼノンの信任を失い、配下のスキリア族を率いてラベンナに移り、オドアケルの元に参じた。その後、ゼノンは東ゴート族の大手オドリックにイタリアへ遠征させた。 最終的にオドアケルに勝利したテオドリックは493年3月15日にオドアケルを講和の宴席で自ら視察し東ゴート王国を建国した。これをもってスキリア族は歴史上から姿を消した。スキリア族の残余は現在のバイエルン付近に移って定着した可能性がある。彼らはヘルウル族やルギー族と共に バイエルン人の基礎となった可能性もある。スキリア族は、混じり気のない純善な家系を誇りとし、他部族などとの結婚を認めなかったとされる。同様の慣習は、他のゲルマン部族でもルギー族やユトゥンギ族に見られる。ありがとうございます。